正義の亀押し合戦三本勝負。まさに力と力のぶつかり合い。怖いわ。壁を赤いラインまで押し切った者が勝利。グリズリーの闘争心をかきたてるため、ボブサップの体に生肉を巻く。それでは行こう。第一ラウンド勝負開始。圧倒的なグリズリーの力に防戦一方のボブサップ。すごいな。やるよな。それこそ獣の狩る姿。力では歯が立たないのか。そしてグリズリーが押し切って勝利。第一試合ボブサップ完敗。それにしても驚くのはグリズリーの闘争本能。これが陸上最強生物と言われるゆえんか。さあそっちじゃない。勝負がついたにもかかわらずボブサップを威嚇するグリズリー。立ち尽くすボブサップ。興奮冷めやらぬグリズリー。一方この男は Listen, I told you. Let's start it again. Let's start it again. After I won. それは非常権です。それでは第2ラウンド。この2戦目でボブサップが負ければグリズリーの完全勝利。瀬戸際のボブサップ。うわ来た。完全に野生の血が目覚めたグリズリー。こうなってはそのパワーは計測不能。もはや何が起こるかわからない。人が勝つか熊が勝つか。いざ勝負。興奮しているグリズリーが強烈な一撃。爪をねじり込ませる。一分に耐えられるケージが揺れる。そしてこの後我々が予想だにしなかったことが起こる。なんとケージが破壊された。ボブサップ場外へ逃げる。そしてその後クワはケージを完全に破壊。場内は騒然。クマの力に圧倒された。本当にヤバかったじゃん。I wanted to have a little more excitement and I pushed a little bit hard and the bear pushed hard and he ended up pushing a lot harder. So hard in fact. これが本物の野獣のパワー。人類はとてもじゃないが太刀打ちできない領域。人 VS クマ。結果はクマの完全勝利。